はい、松山さん、今日はどちらまで来られてますか？はい、ここはですね、静かにしてください。だって、ね、ポジするね。ここは、神戸の元町にある元町映画館の2階に来ています。今日は今週こちらの2階で私のアートの展示販売をしていただくということで搬入に来ています。で、今日、はい、時間はあ、はい、でこれはですね、あのなんてやったんだっけ、難しいポーズなの。この絵はですねこの絵はあの私が東京に住んでて描いた絵なんですけれども、賛美詩を描いた絵で、はい、でこの真ん中にいるのが富士山の守り神であるこの花咲夜姫さんです。美しい美女なんですけど、放射性物質の拡散で花が、桜の花が5枚のところ6枚になったりしてしまって、世の中がちょっとずつ壊れてきてるっていうことを悲しく思っているんです。で、なんか311の予言みたいな感じで311後にもう一回見せたいなと思って描きました。で、ウサギが巨大化してるっていうのも放射能の影響をイメージして描いたんですけど、このモデルをやった方、はい、はい、インタビューします。お名前は、名字は本名は内緒だからね、下の名前だけ。リアンです。はい、このポーズしてください。この間ずいぶん伸びましたねはい、そうですね。今何歳ですか？11歳。すごいですね、絵から比べるとずいぶん背が伸びました。大きくなった。なんかこう壊れた世界ではあるけれども、子供たちが伸び伸びできる世界を作りたいなと思って描きました。こっちは風の神様、風の神様なんで風力発電も描いてるんですよ。で、これはあのこの花咲夜姫の醜いと言われたあのお姉さんなんですけど、岩永姫なんですが、醜いっていうのとその放射性物質をかけてゴジラのぬいぐるみを着てることになってます。でもそういう見かけの美しさ、醜さって何なのっていうこともコンセプトに書いています。で、その、風の神様、花の神様、そして火の神様、あの3体の女性の神様が宿ってる絵です。ぜひ、今週の金曜日の夜まで展示をしてますので見に来てください。で、版画の方が額入りで5000円から販売もしていますので、もし気に入った方は映画館の方に声をかけていただいて、ぜひアートの方も買ってください。で、この絵はこの子がお腹の中にいた時に描いた絵で、これからは自然と融合するような時代を作っていきたいなっていうようなイメージで描きました。お腹からハイビスカスの花が生えています。女性はの社会的地位とか権力とかお金とかに弱い人もいるんですけれども、もう少し本能的なところで考えてみると、その自然の声を聞ける存在なんじゃないかなと思っています。なので私の絵はよく女性が出てくるんですけど、そういう感覚を大事にしていきたいなと思います。ぜひ絵を見に来てください。よろしくお願いします。うるさいよそんな感じでした。はい、4月5日ですね。4月5日。静かにしてください。はい、頑張ってくださいね。
Thank you.